愛する2人のセックスの授業ということで、カウンセラーの方なんてちょっと、スピリチュアル今流行りのスピリチュアル気のに偏ってるかなと思うので、まあ、その辺はねちょっと、偏った考え方は、まああまり気に入らない方は差し引いて、その上でねいいなと思う考え方の部分だけね、参考にされてみてください。はい、それでは、男の性感帯ナンバーワンはここっていう、男性の性感帯はほとんどおちんちんに集まっています。気筒や気筒と陰茎かっこさおの間にある段差の部分、カリおちんちんの裏側の筋は特に感じるところ、挿入時にはここ一帯が膣内で擦れて気持ちよくなります。そうですね、まあ、気持ちよくなる、気持ちよくなれる場所っていうのが割と、偏った場所にあって、ね、そこがね、女性のね、この膣の中で、擦れることによって気持ちよくなれるようですね。また、陰の玉も隠れた性感帯で、ここを刺激されると嬉しいと喜ぶ男性も多いです。そうかな。私の体験上はね、おちんちんが気持ちいいのは、どの男性もそうだと思います。まあ、数少ない付き合いですけれども、まあ、多少の経験はある私としましては、おちんちんが気持ちいいっていうのは確かです。でも、陰のたまたまはね、触られるとむしろ嫌がられないような だって、たまたまって、痛いところでしょ。おちんちんもまあ確かにね、試しにちょっとポトッと叩いてみても痛いらしいけど、それ以上に陰嚢っていうのはね、非常に痛いところですよね。だから、犯罪にあった時、男の人のたまたま蹴ったらね、いいって言われるぐらい、ね、弱点なんですね、男の人のね。いやー、たまたま私の触り方が下手っぴなのかもしれないけど、もう優しく触るともしかしたら気持ちいいのか。でも、ちょっとでも力入れてギュッてやられた瞬間には強烈な痛みが走りますよね。だからたまたまはね、あんまり触られて嬉しいって喜ぶ男性は、私の場合はよ、ね、そういう男性もいるかもしれないけど、会ったことないです。一番敏感なのは気筒です。女性でいうクリトリスですよね。まあ、女性がクリトリスが気持ちいいのと同じぐらい気筒は気持ちいいんですよね。優しくね、すられたり、舐められたりするとものすごく感じます。はい。多分そのせいだと思います。舐められるのが好きな男の人たち。この気筒をね、舌で舐められると何とも言えないんでしょうね。はい。逆に強い刺激には滅法弱く、ゴシゴシ擦られると痛くなっちゃうので要注意。私たちが基本です。おちんちん以外にも乳首や耳は女性同様に感じますし、人によっては背中や、首筋、お尻がいいという人もいます。ちなみにね、そう、乳首を舐めてって言われたことありますね。乳首感じる男性はおそらくいると思いますね。ただ女性ほど多くありません。どこを触ったら気持ちいいのか、二人で確かめ合って開発していくといいですね。本当にそうですよね。はい。気筒、おちんちんの気筒の部分がね、気持ちいいっていうのは、まあ、これは、すべての男性に言えると思います。まあ、一般的にはですよ。まあ、例外もいるかもしれない。例外の方もね、いらっしゃるかもしれないですけれども。まあ、それ以外の部分っていうのは、まあね、多分個人差があるんでしょう。あるのではないでしょうか。乳首が気持ちいいという人もいればね、たまたま陰嚢が気持ちいいっていう人もね、いる。この辺になってくるとね、多分、個性、ね、になってくるのかなと私は思います。
そんな感じでね、まあ一緒に気持ちよくなりたいのであればね、どこが気持ちいい部分なのかっていうのはね、あらかじめ知っておいた方がね、より気持ちよくしてあげることができるじゃないかなと思ったりします。よかったらチャンネル登録お願いします。